どうもおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今ちょっと荷物が来るみたいね。ちょっと待っとこう。ここからいろんな荷物運び入れる。おあ、なんで私押し入れあげたんだろう。よろしくお願いします。じゃあ、GoPro の時は絶対カメラ。いや、ママ撮るよ。イエーイ、今から撮影頑張るぞ。やばいってやばい。カメラ壊れてどうしたの。いや、カメラ壊れたんよ、昨日。なんだろう、本当壊し違う違う、壊れた壊れたよね、すーちゃん。壊したんだよ、壊れたよね。壊れたと壊したは違うよ、うん、すーちゃんは本当に壊してない。そもそも昨日ね、あのカメラね、触ってないとよ。やばいのか。いやいやいや、壊れたとよ。これは本当の話。急に壊れたよね。わあ、やめてやめてやめて。失礼します。あ、よろしくお願いします。来るよっていうような雰囲気でちょっと話していただいて、そしたらピンポンってなりますので。ちょっと待って、すっちゃんのスカートにめっちゃ口がついとった。すっちゃんがこう避難させようときにそれついたよね。じゃあ、お待ちします。はい、じゃあ回りました。はい、行きますね。はい、用意スタート。なんと今日ダスキンさんのサービスマスターの方がうちにお掃除に来てくれるって。あ、来た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 。よしよしよし。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのエアコンでよろしかったですか。これちょっとすいません、抜けましょうかね。すごい、なんかめちゃくちゃ丁寧に丁寧や、終わりカービィの夢が取り残されてるこれでカービィが汚れることもないよ、うん、ママ、お腹痛いぞ。じゃあさっき の, あのピンポン来る前の話と少し被るかもしれないですけど、そこあまり気にされずに、はい、皆さんこんにちは、あっちゃんです。あっちゃんです。ママです。パパです。じゃあいない。じゃあちょっとビビちゃったね。というのも今日はね。マシンはもう。うわ。ちょっと待って。すごい。これランダマさ。あ、じゃん。めっちゃ熱いね。やば、またるの。まだ熱いでしょ。これ面白いこれ。絵がシュールや。あ、ちょっとあれの方が。わーさん、いろいろ。はい。で、この鍋の油で、それ見ながら、ちょっと。この辺りちょっと、これでいいですか。すいません。はい。ラスキンもお前いいですか。こっち向けとくの。お前って。お母さんもいるからね。そう、あの、お母さんいくらでもいて。ママのキャジのズボラぶりは言うな。なんかママね、いつもね、キッチン使い方は片付けてないじゃない。片付けてるな、こんなには綺麗にしないっていうね。今日は撮影のために綺麗にしてます。しかもいつもさ、綺麗にしたのはパパだ。ペペ、じゃあ今から今日唐揚げを作った油をこっちの透明な油がね、今どういう状態なのか、透明なカップに分かりやすいと思う。うわ、あ、来て、出た出た出た。お、え、全然色が違う。じゃあ、早速これ、はい、せーの。はい、OK です。すごい、すごかったね。すごい、すごい。今からお昼、うん、この完璧な掃除をしよう。あ、エアコンがめっちゃ綺麗になった。新品みたいな、うん、食べた。こっちは降りてきたね。さっきまでね、ずっと2階に隠れとったもんね。でもごめんよ、また撮影ありますからね、また隠れててね。
よいしょ、はい、頼む。うん、お腹すいた。ちなみにまだお腹すいてないからね。うん、まだ食べれんじゃん。例えば小学生が1回は言うセリフって動画があった。どんなこと？何時何分何秒地球が何回回ったとき言った、うん、言いよった。もう昭和の小学生も言いよったわね。うん、さ、うん、これとこれと、もう1枚ピザある。うん、もう1枚焼こうか。焼こうか。これだけですね。うん、これだ、これ出されんじゃん。もう1枚ピザ焼いて、あと冷食があります、うん、キッチン使えるもんね。そう、うん、だけちょっとちょびっとずつ温めてくれね。洗い物がさ、いっぱい出るのが嫌だから、うん、あのこれ食べたらまたピザ焼く。こっちゃん大丈夫やった？うん、今焼けるったやっぱこっちゃんさ、人が来るとびっくりして2階から降りてこなかったのね。でもさ、エアコン綺麗になってよかったね。気持ちいいよ。うん、気持ちいい風が、なんかすごい道具持ってきてさ、すごかったね。あんなー、音作りもダメだったな。初めて見た。初めて見た。アモンさんは本当は見てるはずなんだよ。なんで見ようと思って見てないもうさ、そこでさ、やってたわけ。うん、やってた。でも多分その時に、なんか別の作業してたんだと思う。うん、フピはね、大体こういうのやってるんだよね。うん、エアコン取り付けとかもさ、うん、そうじーっと見ちゃう。うん、どういうことやるんかなって、やっぱ気になる。あ、でも今日初めて見たけど、へーって感じだったね。ちゃんと考えてやってるっていうか、うん、すーちゃん、ちょっと見てどうやった？本当に何も思わない。子供はそうやね。だってさ、うん、子供は興味ないけどね、うん、こういうのあるよ。大人は興味ないけど子供は興味なくて、うん、子供は興味あるけど大人は興味ないってあるね。あるね。やっぱ大人と子供は違うよね。まあ、ペットの子供の頃はエアコンが綺麗かなって思ってましたもん。うん、見たことない。すすちゃん、髪の毛めっちゃついてます。ありがとうございます。いいですね。今、ダスキンさんがあっちゃんたちをコネ入社させてくれると思ってダスキンに入ればドーナツ食べれるらしいよ。いっぱい食べれるらしいよ。いっぱい食べれますやっぱ復活したね。撮影が終わりました。もうここにあった荷物も
全部回収されている。はい。あ、結構11時か何時か4時ぐらいだよ。うん、結構長い時間だったけど、いやでもね、楽しくできたね。うん、僕たちも最後まで。うん。頑張ってくれたね。うん。いやでもね、楽しんでやってたからね。うん。うん、よかったよかった。ただ終わった途端にね、もうくたびれたんでね。ちょっと今カメラをね、回すのもかわいそうかなと思って。うん。じゃあ、すっちゃん。大丈夫、すっちゃん。うん。疲れた？うん。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 ドーナツ持っていくって。うん。LINE した。あ、スターだ、LINE してくれた？うん、ありがとう。流行るから、うん、すごいよ、こんなに流行るけば食べてもらっても全然余りそうねえ、いとこくん、いとこちゃんたちにもね、配ろうね。いとこくんって言った？そうそう、いとこくん。いや、まあ、でも男の子も喜ぶし。そうやね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪に来たりして大阪企画もまた考えておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。